中華包丁と日本の包丁の違い。まず一番に違うのは、もう 見たからにこういう大きいサイズ感、そして両刃と片刃ですね。中華包丁は両刃になってます。ですのでこの切る、刃を入れる時の感覚がやっぱり微妙に違ってます。適材適所と言いますか。で、あと何よりも圧倒的に違うのが、この実際の包丁の重みの重さを使いながらしっかりと切れます。そして運べます。今日はないんですが、こうやって潰したりもできますということで、とても中華包丁というのは便利な包丁になっています。